ポップ YouTube チャンネルでございます。あれどうしたんですか。今日って何を撮る日だったんだっけ。先日岩下の新生姜ミュージアムに行ってきた動画が上がってると思うんですけども、はいはいはい、そこ行った時にお土産買ってきたんで、あ、うん、そのお土産をね、うん、紹介しようかなと。なるほど、うん、では、まずですねこちらこれねこういった感じでこれ、うん、ギターのピックですね。ピック、うん、あのニュージンジャーニュージンジャーミュージアムのギターピックです、うん、それ楽器屋さんで買えばいい、楽器屋さんで売ってないかもしれないね。ピックを買いました。はい、はい、でピックとあともう一つこちら、それなんですか。これ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 。何ですかそれ。食べられるんですか。これなんだろう、美味しいかな。美味しいやつだとさ、あのワッフルに食べられちゃうんですけど、中開けますとこれちょっと待ってね、袋出しますねこれね。まあ私現地で買ってるとこもいましたけど、うん、それ何ですかこれ。これ何ですか。はい、これギターのエフェクターでニュージンジャーファズ、ファズでございます。これさ、うん、それこそ楽器屋さんで買えますよね。楽器屋さんで売ってれば買えますね。岩下の新生姜ミュージアムでなんでこれ買うの。いや見たら買っちゃうでしょ。いやおかしいかおかしいか。はい、で生姜とかさ食べ物とか一切買わないで、うん、ピックとこれだけ買ったんでしょ。はい、これお土産でございます。岩下の新生姜さんには申し訳ないんですけど、うん、はい、そこで買わなくてもいい。そうですか。そこで買わなくてもいい、いいと、うんうん、な、ほんとさあれだよね、うん、男って男女っていう分け方はざっくりすぎてあれだけどさ、はい、好きだよね、ほんとさ、こういうノリでさ。そうですか、うん、じゃあせっかくなんで、今日、なんか、なぜかギターも打ち込んでますんで、どんな音がするのか、ちょっと弾いてみましょうかね。うん、では、どうぞ。まず、歪みを目いっぱい、フルテンにしてやってみたいと思います。まず、これ、ノーマルの音ね。スイッチオン。使ったことないんですけど、どうしてもオーバードライブとかディストーション系いっちゃったんですけど、まあこれはこれでありですね。加瀬谷さん、はい、あのね、うん、オーバードライブとか、うん、ディストーション系いっちゃってとかね、はい、あなた方は分かると思うんですよ。はい、私でギリですよ。そうですか。そうですよ。それ解説ないんですもんね、うん、これ音が要するに歪ませるんですよ。なるほど。音を、まあオーディオ的に言うと歪まないのがいい音なんですが、うん、まあギターの音に関してはその歪んで、まあなんつうんだろう、音が潰れた感じになっちゃうのが、まあこういう音ですよ。まあロック的な音っていうのかな、簡単に言うと。で何にもかかってないともう、あ、こういう音。なるほど、優等生な感じですね。そうですね。ちょっと。いちいち俺ってちょっと歪んでるぜっていうことをこの箱でやるって、効果をかける箱ってことね、うん、歪ませると、ってな感じな音になりました。澄んだ
た声の女性でもたまに風邪ひいてハスキーになると、うん、おっていう、そういうことね。まあ、まあ、そういうことにしていきましょうかね。はい、なるほど。まあ私の感想はね、だからこれである必要はないっていう感じですよね。まあね、ね、まあノリで買ったんだなっていう。まあ今持ってるでしょ、持ってるでしょ。そっち使えばいいんじゃないの。持ってんだもんね、しかも。うん。そう、ただこれ1台だと、うん、本当にファズだけなので。ファズ？だからこんな歪んだ音しか出ないので。あ、なるほどね。うん、だからあのタンクポップだと、あとワウを使ったり、ワウ？ディレイがかかったりするので。ワウ？ディレイ？そうすると。またワウペダルを買ったりとか、ワウペダル、またディレイを買ったりとか、ディレイを買う、ね、それは今お前が持ってるマルチで間に合うだろうって話なんですが、マルチ、はい、マルチイズではないんですもんね。ないです、マルチエフェクターですね。ね、ごめんなさいね、うん、タンクポップ YouTube チャンネル、はい、ご覧の皆さんね、うん、あの本当わからない用語がたくさん出てきましたけれども、はい、あの音楽に詳しくなりたい人は、うん、あの今 Google とかで調べられるんで、あの、はい、自分で調べていただいて。そうですね、頑張って、はい、こんな感じで、こんな感じであ、でもいつもありがとうございます、はい、ありがとうございました。自腹ですもんね。そう、もちろん自腹が立ってます。Oh, no.
美味しかったよ。小さな胸破裂しちゃう。